休憩前に引き続き会議を開きます。日程第4、議員第65及び議員第61号を議題とします。ここで副首相から退席の申し出がありましたので、これを許可します。それでは議員第65及び議員第61号に対する議案質疑を行います。質疑はありませんか。内容でありますので、これをもって議案質疑を終結をいたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議員第60号および議員第61号の人事案件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議第60号および議第61号の人事案件につきましては、委員会付託を省略することに決しました。ただいまの議第65および議第61号についての討論を行います。討論はありませんか。内容でありますので、これをもって討論を終結をいたします。それでは議第60号および議第61号について起立により採決をいたします。まず議第60号について起立により採決いたします。本件は原案のとおり同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。ご着席ください。起立全員であります。よって本件は原案のとおり同意することに決しました。次に議第61号について起立により採決いたします。本件は原案のとおり同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。ご着席願います。起立全員であります。よって本件は原案のとおり同意することに決しました。議第65および議第61号の審議が終了いたしましたので、副首相に議場への入場を許可いたします。この際、副首相から発言の申し出がありますので、これを許します。副首相。はい、以上。議長から発言の許しを賜りましたので、私事で本会議の貴重なお時間をいただき、誠に恐縮でございますが、皆様方に御礼のご挨拶を申し上げたいと存じます。ただいまは私の副市長再任案件につきまして、ご同意を賜り誠にありがとうございました。4年前の9月14日私はこの議場にはおりませんでしたので、本会議終了後の全員協議会の場で大変な緊張の中で皆様方にご挨拶をさせていただいたことを、昨日のことのように覚えておりますが、本日再任の同意をいただき、改めてその時と同様、その責任の重大さに身の引き締まる思いをしてございます。まずもってこの間、皆様方から賜りましたご厚情に心から厚くお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。そして今般引き続き市長の補佐役を務めさせていただくこととなりましたが、時代の移り変わりが激しい中で、次から次へと町づくりへの課題は尽きませんが、今後とも宮本市長が一貫して目指しておられる活力ある住みやすさ日本一が実感できる町守山、この実現に向けましての各種施策の一層の推進に、私自身もとより微力ではございますが、全職員と一体となって、職員の皆さんと心を一つにして持てる力を尽くしてまいる所存でございます。同時にとりわけ円滑な市政運営には二元代表制の一方の住民代表であります議会の皆様方との意思疎通と連携が何よりも大事でありますことは十分に認識をしておりますことから、私の役目としてこのこともしっかりと誠心誠意努めてまいりたいというふうに存じております。議員の皆様には今後ともより一層のお力添えとご指導ご鞭撻を賜りますことを心からお願いを申し上げまして、甚だ意を尽くしきれませんが、再任にあたりましての
御礼のご挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。暫時休憩いたします。